皆さん、こんにちは。永遠のマドンナとも呼ばれる松坂慶子さん、 NHK 朝ドラ「らんまん」で主人公万太郎の祖母滝役を好演し話題となっています。今回は松坂慶子さんの現在や娘についてご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに松坂慶子さんの経歴プロフィールをご紹介します。松坂慶子さんは東京都大田区出身で、1952年7月20日生まれの現在71歳です。韓国人の父親と日本人の母親との間に生まれ、7歳年下の弟がいます。両親の思いもあって、小学生の頃からピアノや歌唱、舞踊といった習い事をしていました。1966年中学生2年生の時に劇団ひまわりに入団し、本格的な芸能活動を始めます。1967年の放送の幼児向け番組、忍者ハットリくんプラス忍者怪獣ジポップってテレビ初出演。1968年日本大学第二高校に進学、高校2年の時に大映からスカウトされ、翌年映画女子高校医の記録続妊娠ってスクリーンデビューを果たします。1972年に松竹へ移籍し、 NHK 大河とラマ国取物語で濃姫をし、世間に広く知れ渡るようになります。1979年に主演したとラマ水中歌で主題歌を担当、愛の水中歌をリリースし大ヒット。その年の日本優先大賞特別賞を受賞しました。また映画部門で1981年に青春の門、男はつらいよ、なにわの恋の虎次郎で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、フ・ルーリホ賞主演女優賞、報知映画賞主演女優賞など総なめに、その後もさまざまな賞を受賞。1990年島田事務所に移籍、私生活では1991年にジャズギタリストの高内春彦さんと結婚、ニューヨークに移住し2人の娘を設けました。松坂慶子さんは夫高内春彦さんと結婚当時は格差婚と揶揄され、松坂慶子さんの両親にも猛反対され絶縁と言われるまで関係が悪化。しかし父親の介護がきっかけに和解となり、親子関係も良好に。2007年に父親が他界すると、今度は夫と共に母親の介護に献身的に尽くしました。母親は2021年に100歳で亡くなりましたが、同居介護は実に9年にも及んだそうです。若い頃は親子断絶で悲しい日々を過ごされたと思いますが、両親を看取ることができたことは松坂慶子さんにとってこの上ない親孝行だったと思います。現在は家の片付けも済んで、思い出の品を眺めながら昔を懐かしんでいるそうです。2022年からは NHK とラマ一橋桐子の犯罪日記で主演を務め、全国ロート賞手はありませんか。映画あの庭の扉を開けた時も公開されました。二人の娘さんも成長した今、本格的に女優活動に専念されるのではないでしょうか。松坂慶子さんは現在東京都世田谷区の閑静な住宅街で夫や娘たちと穏やかな生活を送っているそうです。自宅は100坪はあると思われる土地に立つ3階建ての大豪邸、光沢のある焦げ茶色のレンガ造りの外壁とグリーンの屋根がひときわ目を引きます。シックな黒い門柱の脇に松坂慶子さんの名前の表札が掲げられ、玄関脇の通路には車椅子用のエレベーターが設置されています。このエレベーターは母親の介護のために後で設けられたものだそう。さすが日本を代表するベテラン女優の住まいといった感じです。続いて松坂慶子さんの娘さんについての情報を調査してきましたのでご紹介します。松坂慶子さんは1990年にジャズギタリストの高内春彦さんと結婚し、その後2人の娘さんを出産しました。長女の名前は高内萌音さん、次女の名前は高内真理沙さんです。
アメリカ生活が長いことから、モネ、マリサと英語表記されることが多いようです。芸能界きっての美貌を持つ松坂慶子さんの娘ということで、放っておいても周囲の期待は高まるばかり。松坂慶子さんの娘はさぞかし美しいことだろうという声が上がる中で、かつて一度だけ姉妹揃ってテレビに出演したことがありました。2008年に NHK で放送された英語テレビ講座という番組です。松坂慶子さんの娘2人が出演したのは英語テレビ講座の企画、3ヶ月トピック英会話、赤毛のアンへの旅、原書で親しむアンの世界でした。赤毛のアンの作者であるベルゲム・モンゴメリが生まれ、そして小説の舞台ともなったカナダで撮影が行われました。もともと松坂慶子さん親子は赤毛のアンの大ファンだそうで、親子共演ができるならぜひ、大好きな物語に触れ合うことができる番組でという松坂慶子さん側の意向を汲んで実現しました。出演当時のモネさんの年齢は16歳、マリサさんの年齢は13歳でした。美人な松坂慶子さんの娘に対して様々な期待があったのですが、番組がオンエアされると状況が一変します。松坂慶子さんに似ていない、本当に松坂慶子さんの娘、不細工などといった声が上がっていました。一般人の2人に対するコメントとしては辛辣すぎるかなという気がしますし、女の子は父親に似ることが多いようですので、容姿だけを見て勝手な発言をするのはいかがなものかと思います。松坂慶子さんは若い頃も今も美しさが際立っているため、他の誰と比較しても松坂慶子さんの方が綺麗に見えてしまうということもできるかと思います。かつて松坂慶子さんと共にカナダで行われたロケで親子共演を果たしたモネさんとマリサさんですが、それ以降テレビ番組を含めて芸能活動はしていません。松坂慶子さんは娘のテレビ出演についてこのように語っていました。子供たちをロケに同行させた理由は、番組の撮影現場で大人たちが一生懸命誠実に丁寧にいいものを作ろうとしている姿を見てほしかったから、そういった機会を通じて子供たちが何かを感じてくれればいいなと考えた上での決断だった。子供たちに対しては楽しんでねというアドバイスとともに、外での撮影シーンでは大きな声を出すようにとだけ伝えた芸能界デビューを見越した出演ではなく、娘たちへの教育の一環として出演したようです。それが証拠にこの時の出演以降、松坂慶子さんの娘さんが芸能活動をしているという情報は一切ありません。2008年にテレビ出演した後も、父親である高内晴彦さんが活動拠点としているアメリカで学業に励み、2015年時点ではハワイの大学で美術を学んでいたことが分かっています。そして現在はその大学を卒業し、芸術家の卵として活動をスタートさせていると思われますので、モネさんとマリサさんが今後芸能界で活動する可能性は非常に低いと考えられます。もし仮に芸能界デビューをしたとしても、世間からは親の七光として批判的な目で見られたり、大女優の松坂慶子さんと比較されたりすることが多いと思われます。母親と同じ道を歩むのではなく、自分たちの好きなこと、得意な分野で活動していこうと決意したのではないでしょうか。松坂慶子さんは高内晴彦さんと結婚した後、旦那さんの仕事の都合からニューヨークで生活をしていました。そして2人の娘さんをニューヨークで出産したことから、モネさんとマリサさんはニューヨーク生まれニューヨーク育ちということになります。そして学業が本格化する頃からは日本に帰国し、アメリカンスクールに通いました。日本に帰国した理由は、アメリカよりも日本の方が教育制度が充実しているということと、2001年9月11日に起きた同時多発テロにより自宅が被害を受けたこと、さらには松坂慶子さんの実母の体調が思わしくなく介護の必要性が出てきたことです。一時期はモネさんとマリサさんを東京都内の有名私立や芸能人御用達の名門校に通わせようかとも
考えたようですが、ニューヨーク生まれニューヨーク育ちの2人が馴染みやすいようにという配慮と、芸能人の娘という目で見られることが少ないということから、アメリカンスクールを選択しました。そしてアメリカンスクール在学中の2008年に親子共演が実現しました。先ほどもお伝えした通り、モネさんとマリサさんが日本に帰国した理由は、松坂恵子さんの実母の体調が優れなかったためなのですが、この時松坂恵子さんの旦那さんである高内春彦さんも一緒に帰国しました。高内春彦さんはジャズギタリストとして活躍していて、現在は全国でライブ活動を行っています。松坂恵子さんの両親は、松坂恵子さんが高内春彦さんと結婚する際に大反対したことで有名です。特に父親は、売れないミュージシャンに大切な娘を嫁がせるわけにはいかないとの思いが非常に強かったようです。松坂恵子さんの父親は高内春彦さんについて、自分の娘に寄生して平気で生きている、高内春彦さんは娘を利用しているだけなどと痛烈に批判していました。そんな父親が2007年に他界して以降、松坂恵子さんの母親が一人暮らしとなり、杖をつきながらの生活が始まりました。その後も状態は日を追うごとに悪化し、ついには杖ではなく車椅子での生活を余儀なくされる要介護度3の認定を受けるまでになってしまいます。この事態を受けて、松坂恵子さんはもちろんのこと、高内春彦さんも母親との同居を決意します。松坂恵子さんの実母との同居生活がスタートした時、ちょうど次女のマリサさんがハワイの大学に進学する頃でしたので、もし実母との同居の話がなければ、夫婦二人でのんびりとした生活ができる状態でした。血のつながりがない、しかも若い頃からずっと自分のことを否定してきた義母との同居に対して気が進まないのは当然ですが、高内春彦さんはあえて義母との同居という道を選択しました。心の優しい高内春彦さんの血を引くモネさんとマリサさんですので、きっと人の気持ちが理解できる素晴らしいアーティストになっていくものと思います。いかがでしたか？今回は松坂恵子さんの経歴や娘さんたちについてまとめてみました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。